えどうも、ボビーアトレザーのボビーです。これで配信されてるんかな <laughs> あのさっきもですね、さんざんってたんですけどもお、なんか配信のボタンをお、が押したつもりがですね、2回くらい押さなあかんのやろね。もうさんざんってたんですけどね、えー、声もこんな感じですけども、うん、まあ、え、ま、え、あ、感じでなってますんで、えー、それでねお届けしたいと思います。今日は10月6日は月ね えー 35, えー、35回目のお放送です。それではオープニングムービーをどうぞ。 改めまして、えー、ボビーアドレーズのボビーです、えーえー、あ、コメントあ、見れてます先までの見れてたんですかねどうなんでしょうね <laughs> あのー、このスマホに、えー、フェね、これ今フェイスブックをちょっとこう上げてるんですけどあのー、全然なんていうんですかねあのー、反応がなかったんでであのー、パソコンの画面の方でも配信するっていうあのー なんかバナーがあってですね <laughs> えーっと思って、うん、まあ,あ重複するかもしれませんけどですね、えー、改めまして、えー、ボビーアトレーザーのボビーです、えー、大阪のアトリエからお届けしておりますねええーね、あ,あのー、ねこれをご覧の皆様ですねえ街、ー、はですね、えー どんな天気ですかね、えー、大阪ですね、えー、さっきもちょっと外出ていたんですけどね、と、え、て、ー、も爽やかなあ秋晴れでしたねあの。アトリエにいるのがもったいないぐらいの陽気です、うんで。まあ、そんな感じでですね、えー、これ、うん、今、ライブ2分になってるから、まあまあ、これでいいやっていきましょう。<laughs> じゃああですねまあ いろいろ喋ったからもうなんか喋った後みたいな感じなんですけども正直、えー、今日はですね、えー、タイトルがですね作品を納品することをですねまると呼ぶということでねそういうタイトルで、えーまあ、今日はお話をねさせていただこうかなと思います。ね、ボビーアトレザーも作品はですね まあ基本的にはまあ,あーオーダーメイドでね、えー、一からあ、まあ、作っていってるんですけどね作品をもうそうですね靴以外は大概、えー、ね、まあ、まあこハンドステッチの方法ですけども手法ですけどもねほぼおだいぶは、あのー、作り込んできたんじゃないかなと思いますねうんまあもう毎日のことなんであれですけどね,あねでもお でまあ、あのー、たまにその時間がですね、えー、期間が空いたりとかちょっと隙間時間ができたりする時があってその時にあのなんかこう作品をこう作ったりするんですね。でまあウェブショップにも載っけたりもしますし、えー、まあ,あのアトリエに、えー、展,示展示っていうかねしてるんですけどもねでまあ何年もずっとあったりもするもんもあるんですけどけどね、あのー ふとした時に、ね、あのー、これええやんということでね気に入っていただいてでその方のもとに、えー、もらわれていくというかあのねその時にいつも思うんですよあ作品って待ってくれてるんやなと思ってその,その方と出会うまでをずっとねえ,ー、耐,える耐えるわけじゃないか、うんあのー、静かに。 ずっと待っててあそこでやっとこうなんていうのフィーリングカップルじゃないけどおパチッとね、まあ、波長が合うというかもの,ものと人ですけどけども、あのー、それをね本当にね、あのー、相性がいい感じやなというのを感じるんですよね。 あこの方に、えー、の元に行くためのデザインの形このものやったやなというかね、えー、すごくあの伝わることが多いですね。うん、えー、っとねだいぶ <laughs> えっとそれとなんかいろいろ喋ったけどまあまあねあの初めて喋るのかもうさっきも喋ったのかももうあれですけども続けますね。で まあ,あその作品をですね、えーまあ、作制作するでしょで作って、えーまあ、それであの、まあ、納品で、まあ、発送する時にですねその前にですねいつもですね、えーまあ、もうずっとやってるあのルーティンがあってですね、えー レザーの紙棚をですね、僕はあのずっと前もうこ,のこれを始めた頃ぐらいに作ってましてねあの自分でちょっと写真見せましょうかねお見せしますね <laughs> こんな感じですね、えーあのー、レザーの神棚、ね、これはもう、あのー、僕はですね当時、えー、作ってですねあのまあ塗装して、まあ、テーマカラーがですねあの黒 黒に赤とか金とかなんでボビアとレーザーのねであの黒に塗装してあとまあ,あのレーザーをですね、えー、これまあディアスキンかなとあとまあダイヤモンドパイソンとかをですね貼ってあとまあ自分の、まあ、夢を奏でる楽器ということですねテーマをえー、ギターピックをですね えー、埋め込んで <laughs> でまあ,あの中にですねご神体っていうかあこれは一応、まあ、僕の中では龍なんですけど、うん、まあ神様ですよね川の <laughs> まあ僕がデザインして当時作ったものなんですけどねであとスタッズで、えー、ちょっとこう装飾してまあそういう感じでねこれにですね手を合わせてですね、えーまあ、レまあレザー、まあ、生き物を扱ってますんでね えー、それとあとまああの辛い安全とか,いかねいろいろまあまあもろもろね <laughs> まああの別に何をしどっかの宗教を信じてるとかそんなのないですよ、うん、別にボビー・アートレーザーのを信じてるだけでですねあの,のこねこうね <laughs> でまあそんな感じでまあねあのー、こう,なこういろいろこう願いっていうかね思ってんでそれをでまああのー、手書きでですね、えー メッセージカードを書いてですね。で、まあ、あ梱包して、えー、あの発送したりしてるんですね。まあ、そんな感じで、えー、そのことですね、僕は、あのー、嫁入りと呼んでます。うん。納品のこともね。もう他にも、まあ、あもうふさわしい言葉があ、ね、見つかれば、なんか、おびやーザーらしい、えー、なんかフレーズが見つかれば <laughs> あ、いいんですけど、まだまあ、今、そ,そういうのがビッと来てないんで、 えーまあ、仮に嫁入りですよお、ね、こう手塩をかけてですね一からね形のないところからですね、えー、レザーをねこうおおお縫い上げてねほんでまあ一つのものが完成してそこまでをまあ,あそこ形になるところまでは、まあ、あのボビー・アート・レザーのおー仕事でですねそまあそこからお届けしてですね、えー、それを育てて えーね、手帳をかけてですねその,せその方のとこ元でね育ってそれがあそっからがねやっぱり大事なんでねレザーの良いところですよ。で、まああのー、まあコンセプトの一つなんですけどねやっぱこう次世代の方,、ねえー、にも方にもですね、えー、それを使ってもらえたらなという感じがしますね受け継ぐっていうか、あのー。やっぱりタイムレスで色褪せない えー、アイテムをですね、えー、ずっと作り続けて、えー、発想して、えー、お届けしてるんでね、あのー、確かに進化はこういろいろこう、ね、し,していきますけど基本的にはあタイムレスでなものね、うん、時代に流されないようなものをですね、えー、やっぱ考えてやっぱりそ,それがあそ,の時代のその時代にもフィットするようなあ感じで。 そのうまくコーディネートの中にやったらそこに光るようなその方の個性が光ったりとかねするような感じのデザインをですね常に考えてますんでね。うん、でまあ,あそんな感じです嫁入りと言ってますね僕は。でまあ,あの嫁入りっていう言葉もですね、えー、初めて聞いたのが。 あのー、僕の、ね、知り合いで、まあ、あのこの画面には今ちょうど映ってないけどおヴィンテージのです、ね、インテリアとかを扱ってる、ねえー、ショップさんがあってショップというかショールームというかね、うん、あのスパイラル・イン・ザ・トリップっていう,うご機嫌な <laughs> ヴィンテージ、えー、ファニシャーのお店があるんですね。 あの「スパイラル・イン・ザ・トリップ」ってね、えー、検索してくれたらすぐ出てると思いますけどねお非常にオープンなね、えー、ダイナミックな、あのー、それこそもう半世紀ぐらい前のデザインなのにいまだにこう光を放つようなビンテージのね <laughs> あもう本当にアトミックな感じのすさまじい <laughs>、えー、エネルギーを出すようなね、えー、デザインのですね、えー 家具をですね。ずっと扱っているところなんですね。あの、僕もまあ、大事な友達ですよ <laughs>。で、そのね、あのオーナーのロブさんという。ね、方がですね。あの、言ってたんですよね。やっぱ、こう。海外、ヨーロッパとか、アメリカとか、いろんなところに、その。ね、椅子一つをですね。求めて、いろんな情報を聞いてですね。当時は、インターネットじゃないんでね。 あの情報とかをファックスをやり取り取したい,んでしょう、ね、いろいろしながらあ乗りあの行ってでもう車で何時もかけて、えー、こう探してでそこにねそこでもう見つけ出してねそれをまた日本に送ってくるでしょでいろんなことをすごいうわけじゃないですかこう綺麗にしたりとかでまあそれであのショップに並ぶわけなんですけどそれがですねあの あのもらわれている時にですね納品する時にいつも嫁入り「嫁入り嫁入り」って言ったんですねやっぱりそれだけ、えー、一つの、あのー、アイテムにですね思い入れというかそこに思い思いが全部募ってるんですねそれをね僕は初めてその感動した聞いてねその時もうそういうことを、ね、思うことってなかったんでそういうものに対してね、あのー、まあ多少はあるけどそこまでのその熱いというか、うんあのー、ストーリーが。 あるんやったんですよねそれ以来ですね、えー、やっぱりいろんなもの特に自分が作るものはそ特にそうですよあの世に出すものっていうかあの、ね、たった一人の方に届けるわけなんですけどもねその方にために、えーね、もう本当に時間を使ってですねあのこうなんて言うの思いを送るというか。うん おまあ、思いのキャッチボールですよね、うん、感謝のでなんかそれ以来ですねこの嫁入りっていう意味っていうかそれをすごく大切に思うようになってですね、うん、まあそう思いながらあー作品作りとお,、まあ、あのお客様ともですね、えー、コミュニケーションというか、うん、まあ1対1ですよねその,時その時は1対1で、えー、ね向き合いながらですね、えー 取り組まさせてていいただいてま,すまあそ、まあ、ボビーア・トレザイというのはまあ,あそういう,う単にものを作ることはね誰でもできるわけですからね、うん、それをやっぱりあのそれだけではないところでつながりたいラインがやっぱあるわけですね。あのなんていうよう毎回言ってるような、まあ、重複するんですけどお僕はもう革ジャンを作ってるとかハトを作ってるんですけど 作ることと同時にですねやっぱりその人に感動していただいたりとかあやっぱりこう感動もそうやしやっぱりハッピーな気分周りもねあこれを手にしてよかったなあ僕みたいな人間とね出会ってよかったなとかねうんなんかその人生の中の一区切りの,この中でもこうねこう重なる時間っていうのが。 あって良かったなって思えるようなね、それを思い出してくれるような、うん、そういうものづくりをねこれからもね、うん作っていきたいなと思いますね。はい。じゃあ,あですね、えー、ちょっとコメ,コメント見ましょうかね。えー、あ、佐川さんいつもこんにちはありがとうございます。あ見れてるんやね。 うん、これずーっと僕あの実は長いこと今まあ15分やけどもっと30分以上喋っとるかな今思ったらうんら同じようなことでえー、まあ、ね、えっとるんですけど、まあ、それもずっと流れてたのかどうかはあれですけどね、うん、ありがとうございますお付き合いいだきゃありがとうございますあ宮城さんありがとうございますあ今日はあ聞けてますよありがとうございますねあのー、まあコメントなくてもこういろいろお今こういう感じで、えー、見てますよっていうのがあ ああのー、あ田さんありがとうございます、ね、いろんな方のですねあーあのあのあのファ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 ッとこうあのハートとかも教えてもらってありがとうございます。ねあのー、まあ Facebook ライブはねこういうふうにねなんかこういう,う,うなんかリアルタイムのできてねあのできるんですごくねありがたいですね。ね、あ、ね、のー、このの動画をです、ね、僕のページ にもアップロードーできるようになったんでねえそういうふうに、えー、YouTube の方でもーアーカイブとして保存するようにはさせてもらっています、ね、まあまあリアルタイムではこう Facebook の方でね、えー、ご覧いただくって感じなんですけどもね、うん、町田さんもありがとうございますね、うん、であのー、なんていうのなそう実はあの今日10月6日はですね えーまあ、個人的な話なんですけどあの僕は地元があの香川県の小豆島というところなんですよね、うん小,うん、小豆郡やけど、まあ、小豆島の方が分かりやすいと思うんで小豆島ですわ島ですあの牛の形してね、えー、そこでですね、えー、フェリーがなんかいろいろな会社があるんですけどその中のお僕はもうあの子供の頃からずっと使ってたあうちのフェリーというかブルーラインっていう大きなフェリーがあるんですよ。 それが、えー、高松と小豆島の日下部港っていうところをね、えー、往復一日何日か往復するわけですね。そこでですねえー、っとね僕がですね当時、あのーまあ、個人的な感じで自分の,あのおばあさんにですね <laughs>、えー まあ、歌が好きやったおばあさんにですね僕の歌が好きやったおばあさんに、えー、録音したです、ね、音源があるんですけどねそれは「二十四の瞳」という曲なんですけど <laughs> このロックなこの感じと、ま、真逆な感じですけどね <laughs> その曲をですねまああのー、船が着く時にですね音源が今日からあ新造船というか新しい船になったんですけどねブルーラインが、えー、船が。 えー、港に着くときにですね、えー、僕の声が歌声がですね、演奏の歌声が流れれると思います。今日からのね。うん。まあ連絡が来たら多分そうでしょう。僕もまああのねこのこういう時期なんでね、なかなかこう剣をまたぐいで、まあ特にあのね香川県の方はちょっとおあのピリピリしてるところなんでね。うん。デリケートなところなんでね。だからまあそうまあ割とこう。お こ,こなれた感じの時まあまあそう思いますけどねまあ,あこっちのね僕も今制作やらないかいや <laughs>、ね、あるんでねまあそういうこともねあったりとかそういう僕にとっても個人的に、えー、記念すべき一、えー、日です。ね、まあ、別にそのフェリーの曲がかかってもですね別にあの,あのレコードを売ってるわけでもなしに <laughs> あの誰が歌ってるかも分かりませんけどもまあ,あの特に何もないですけどね。 うん、まあまあ,不思議なあそういうなんかじ一度の人生でですね、えー、いろんなあ人との縁とかあが全部つながっていろんなことがねもう重なり合ってですね、えー、一つの人生ができてるんやろうなとなんかこういうことをね繰り返していったらね感じますね。うん、もう,もうご縁に感謝ですよ うん、別にねあの僕から何か働きかけたとかそんなのは全くないんやけどね、うんもうまあ、こういうボビーアドレザーもそうですけどね、うん、もう僕はもう,、ね、もう本当にこうじっとそこにあるだけのスポッといるだけの存在なんでね小さな存在ですよ、うん、だからそこから何て言うのね羽ばたいてもらえたらこのこういうジャケットとかをね羽織ってもらって。 なんかこう気分が上がってもらえたらなと思いますしねうんなんかやっぱこう新しいものとかを身につけたりするとですねやっぱりその思いもあったら余計にそうなりますしねうんやっぱりこう長く付き合えるものっていうかうんそういうものとなんかこう 特特にこの50代にに代なってから特に思いますね、えー、物を集めるということもそうなんですけど一つのものをですね、えー、バンとこうなんていうの価値あるものを一つをですね長く付き合って、えー、育てていく共に育っていくというか、うん、なんかそういうふうなねものには思うにはものにはですねやっぱりレザーっていうのは最高の 素材じゃなないいいかなと思いますね、うん、はい、そんな感じでですね、えー、今日もですね、えー、長々と話し,しましたけどね、えー、お付き合いいただきありがとうございましたまたね、えー、今日もですね、えー、爽やかな一日をね楽しい一日をですねカチャる一日をですねお過ごしくださいでまたお会いしましょうボビーでしたじゃあね